もポルタローです。さあ今回もですねベースギャップの様子を紹介していきたいと思うんですけれども、今回はドッグラン以外のベースギャップの様子も見てもらいたいと思います。さてこちらでございますね、こんなおしゃれな雰囲気のお店もございます。ここはですね、まあ見たところ首輪とかリードとかおもちゃとかそういうのが売ってるところかな。ママさん、なんか美味しそうなおやつ売っとったら買って帰ってや、頼むで。あ、どうもこんにちは、ポルタローです。今日はちょっとお邪魔させていただいております。お騒がせしてます。そしてですね、もうそろそろクリスマスやいうことで全体的にクリスマスムードが漂っております。そしてこういうのもありましたね。あ、ちょっとお嬢さんしっかり持っといてや、頼むで、絶対落とさんといてや、これ振りちゃうから頼むで。お嬢さんが楽しいんやったら僕ちょっとの間は我慢できるけども、落とすとかはシャレなんから。もうそろそろええんちゃうかな。もうだいぶ雰囲気も伝わったと思うから、そんなにがっつり乗らんでもええと思うで。よし、次行こう。いや、次行こうって結構楽しんどんな。あら、違うパターンもあんのかいな。いや、これママさん乗っても大丈夫なやつ、ちょっと一旦確かめた方がええんちゃう。後ろにもお店あるから早くそっちに行こう。はい、こちらは何のお店でしょうか。え、何それ、ちょっと見せてくれる。え、おいしい、めっちゃおいしいや、何これ。え、どういうこと、このお店はどういうシステムになってんの。え、何それ、おやつ。うん、わかるけど、それを食べてええの。え、これも、え、そんなシステムある。え、どういうこと、食べ放題のお店ってこと。え、それも食べてええの。ちょっと待って、何の肉かはさっぱりわからんけども、とにかくめちゃくちゃ美味しいやん。これなんぼでも出てくるけど、こんなにいっぱい種類あってそれを全種類食べてもいいの、試食ってやつ。嘘やろ、そんなシステムあんねや。ここは天国かね。ベースジャックっていうのは食べ放題っていう意味やったんか。いや、これは知らんかった。ドッグランではしゃぎ倒してる場合じゃなかったね。こんなうまいもんをガンガン試食できるなんて、ちょっと待って、信じられへんやん。確率変動突入やん。いや、ちゃんとね、買うよ、もちろん買いますよ。買うけども、買う前に確かめとかなあかんから。もう全部の種類食べたかな。え、兄貴はそれ何食べてんの、なんか湯気出てるけど。それはあれやろ、僕食べられへんやつやろ。どう見たって食べれるやつちゃうな。めちゃくちゃ辛そうやし、うん、まあ確かに美味しそうやで。飼い主さんも楽しめるお店もあるよと、それが言いたいだけやろ。そんな店びらかさんでもええから、別に食べへんし。ほんで兄貴はよしてや、時間ないから、みんなで記念撮影せなあかんから。あー、もうはよ行かなあかんわ。そんなちんたらちんたら食べてたら時間なんぼあっても足れへんわ。記念撮影をせなあかん言うてんのにやな、もう時間あれへんがな。これはもう完全に兄貴のせいやな。もう置いていこうかな。あ、最後まで見てくれた。ほんでいいねボタンも押してくれて、チャンネル登録もしてくれんの、それはめちゃくちゃ嬉しいやん。みんなどうもありがとう。ほなまたねー。